ミッション開始。まずは護衛対象の到着前に最大限敵部隊を排除する。ルート上に旧型の巨大兵器を確認。ウルクの耐久力だけはそれなりだ。撃破には時間がかかる。急げ。対象の輸送部隊は作戦エリアに到着。これより輸送部隊の作戦エリア突破を支援する。インテリオル輸送部隊です。あなたが護衛機ですね。よろしくお願いします。最短ルートを選択。ルート上に大型の敵反応。旧型の巨大兵器だ。輸送部隊の足止めには十分だ。撃破するしかないな。輸送部隊の作戦エリア離脱を確認。ミッション完了だ。被害はごく軽微に収まっている。よくやった。